シルバー事件は1999年10月7日に日本のアスキーから発売されたプレイステーション用 3D アドベンチャーゲーム。開発はグラスホッパーマニファクチュアが行い、ディレクターは同社代表の須田豪一、音楽は高田正史が担当している。ゲーム内容は経済主導型社会主義国家、関東の中心部である新興都市。 24区の警察署である24署の凶悪犯罪家を舞台とし、主人公のアキラを捜査して収容中の病院から脱走した殺人犯、上原かむいを捕獲することを目的としているほか、サイドストーリーにおいて、フリーライター、森島時を捜査して、上原かむいが起こしたとされる、シルバー事件の謎を解くことを目的としている。後に続編となる携帯電話アプリゲーム。 シルバー事件25区が配信されたほか、2016年10月6日には、Windows PC 向けに日本語、英語両対応した HD リマスター版、ザシルバーケースが、Steam とプリ e a s でダウンロード発売された。日本国外でのリリースは、この PC 版が初となる。こちらは、有料 DLC のエクストラコンテンツとして、アートブック、デジタルコミック、オリジナルサウンドトラックも、 同時配信されている。2018年3月15日には本作品とシルバー事件25区を同時収録したプレイステーション4版シルバー2425が発売された。2021年2月18日にはニンテンドースイッチ版シルバー2425が発売予定。本作はゲーム誌ファミツーのクロスレビューにてシルバー殿堂入りを獲得した。 また、ファミ通文庫から、ノベライズ版、ケース4.5が刊行されている。フィルムウィンドウとは、タイプの異なる7種類の情報を、ウィンドウ単位で組み合わせて表現する手法。そのため、個々の異なる情報を1画面内で表示する、ことが可能。さらに、一人の登場人物の言葉と、心情、を同時に提示したり、複数の登場人物の心情を同時に表示する、ことで、 二つの物語を一つの時間で表現することも可能となる。画面内に複数のウィンドウを表示し、場面ごとにそれらの表示位置や大きさを変える手法。フィルムウィンドウの種類として解説書に載っているものは以下の通り、ウィンドウが表示される背景もシナリオごとにデザインが異なり、ほとんどの場面でアニメーションし続ける。これらの背景は流れている音楽のリズムに合わせ、 動き方や表示速度が変わるという演出がなされている。ゲームオーバーやシナリオ分岐といったものは存在しない。また、作中いくつか存在する謎解きの場面は付属説明書にヒントが記載されている。街の陰謀をめぐるミステリーであり、それぞれ個別に主人公が存在するトランスミッタとプラシーボの2サイドからなる。前者が本筋で、 後者は前者を別の視点から考察するような構成になっている。プロローグとエピローグを除きトランスミッタ編のシナリオを一つクリアすると次のトランスミッタ編のシナリオとクリアしたシナリオに対応するプラシーボ編のシナリオが出現する。プラシーボ編は必ずしもクリアする必要はないが前述の通り物語の全貌を解き明かす上で重要となる。基本的には 上原カムイと伝説の事件、シルバー事件の謎を解き明かしていく過程を描いたものである。また、刑事者の,のサスペンスとして物語が提示されている一方、以下の点においてサイエンスフィクション的な要素が含まれている。舞台は1999年の架空の国、関東の架空の進行都市24区。当時の同時代だが日本にはないような近未来を、 イメージした世界観。主張はハチスカカオル。人口10万人。複数の政党や市民団体が存在し、それらの勢力が両立あるいは拮抗して、町を形成しているため、一見穏やかに見えるが、市民それぞれに先鋭的な政治的対立が存在している。それに反映されるように、治安維持機構なども複数存在、裏では反目し合っている。 7割の低級情報層と3割の高級情報層という歴然とした階級差が存在、所得云々によりも情報差が階級を形成している。近年は凶悪犯罪が激増しており、それらはマスコミを伝って伝染するため、凶悪犯罪家は処分と呼ばれる被疑者射殺の権利を有しており、作中でも見られる。政党及び市民団体現在はトロとコが 連立政権を担当。フ祖が完全に駆逐された格好で市民の政治的対立を煽っている。トロ、コ連合主席は、海大ザブロ治安維持機構、行政監査警察局内に二つの治安維持機構が存在する。本作と携帯コンテンツ、シルバー事件25区は、任天堂 DS に移植される予定があったが、後に、 須田が発売中止を明言した。シルバー事件という世界と、現実で生きている人たちの世界と、ラブったりとか、共有があったりとか、そういうつながり方をしていきたいんですよ。須田51、コンティニューボリューム9、太田出版本作は当初、オーソドックスなコマンド選択式アドベンチャーが3本入ったゲームとして企画されており、タイトルは、イグジットコールとして開発がスタートしていた。 しかし、本作のディレクターである、津田豪一は、旧体依前とした、ゲームシステムで制作することに疑問を持ち、また自身のオリジナル作品の第一弾ということも、考慮し、既存とは違う形で、ゲーム制作することを検討する。既存のゲームシステムに、多くの疑問を抱いていた須田は、キャラクターの移動方法やウィンドウの出し方、絵の見せ方などすべて既存にはない方法でのシステムを、 採用することを決定。また、プログラマーには、プログラムだけでなく、デザインも兼業できるようにデザインに関することを学習させた。さらに絵に関しては、イラストレーターの宮本隆に対し、一枚の絵を時間をかけて描くのではなく、方法論を確立した上で効率よく描いていくよう、要請した。フィルムウィンドウに関しては、発売元のアスキーより、 動きやテンポの良さを要求されたため、すべての情報をウィンドウで管理することを検討した結果であり、また、宮本の描く絵と 3D ポリゴンとが画面内でうまく融合しないこともあり、それぞれを別枠のウィンドウで表示させることとなった。ストーリーに関しては、須田の妻の父親が警察官だったことから、刑事物を題材にすることを決定していた。本作以前に、 須田がディレクターを担当した、ムーンライトシンドロームにて犯罪を取り扱った際に、若者からの視点しかなかったため、本作では事件を担当する刑事からの視点で、犯罪を描くことを模索することとなった。また、須田は、自治体の危うさや住民基本台帳、ネットワークシステムに懸念を抱いており、適応性が高くいつの間にか、管理社会に適応してしまう。 日本人への恐怖感があり、本作では管理された世界を前提として、ストーリーを構築することとなった。須田は、本作のストーリーに関して、ムーンライトシンドロームの時と同様に、本来重いテーマの話にするつもりはなかったが、結果として重いテーマになってしまったと語っている。ストーリー構成に関しては、結末は決定せずに書いており、話の大筋は決めているものの、 想定していた結末にはならないことが多いという。本来は最後のシチュエーションは観覧車が登場するはずであったが、登場せずにストーリーが集結したという。また、観覧車はムーンライトシンドロームにおいても登場するはずであったが、機会がなかったという。さらに須田はヒューマンから独立し会社を設立したことで、ゲームクリエイターと経営者という役割を同時に抱えたこともあり、 ヒューマン所属時代では書けなかったストーリーであると語っている。行き先不明感と皮膚感覚を楽しんでもらいたいですねスダゴーファミ通1999年7月9日。ゴー、アスキースダは本作の意図するところとして行き先不明感を重視したと語り、初めてコンピュータゲームが世に登場した時の印象やエレベーターアクションのクリア後に車で脱出する。 シーンでの行き先不明感が神秘的であったことなどから本作においても後のストーリー展開がわからないものを目指したという。また、皮膚感覚で感じることを作品にて表現したいとも語っている。須田は本作の意義としてプレイ後に余韻を残すこと、現実の世界との共有やつながりを持たせることを実現させたいと語っている。また、 本作を前後部作で制作することを検討していたとも語っている。ありがとうございます。